藤原長手は奈良時代の苦行。藤原北家三位、藤原ふ崎の次男。官位は小一位、左大臣、増大上大臣、長岡大臣と称する。和道七年、藤原北家の祖である藤原ふ崎の次男として誕生。長男の取り替えが溶接したため、実質的に北家の長となる。天平九年藤原四兄弟が、 相次いで没した直後の新体制構築のための女医が行われた際に、いとこである藤原南家の大妻路、藤原指揮家の広継と共に、16以上から3回の少女を受けて、15一下に助釈される。しかし、聖武天皇が退位する直前の天平21年まで15一下に止まると、聖武朝では天皇の長遇を得た道母帝、奴かとは、 対象的に昇進が停滞し、その後進を廃した。商務長において、不遇の時期を過ごした理由については、当時の政権を握っていた立花諸慶との関係、及び前日の弟、八下の存在の影響が考えられる。商務長末の天平を十一年、道の区国織田軍からの参勤を祝って除衣が行われた際、参勤の功労者として七回昇進した、むつ守る。 くだらの子に騎士高志福に次いで、長手も15位下から4回昇進して、14位下に除せられる。長手が特別な症状を受けた理由は明らかでないが、以下の説が出されている。高検庁に入ると徴用され、天平商法2年14以上、天平商法6年13位と急速に昇進し、苦行に列すす。さらに、天平商法8年。 聖務上皇の崩御直後には悲惨義から一挙に、県中納言に昇進し、天平商法9年の藤原中丸の守備内省、就任と同時に、長手も中納言に任ぜられている。この間の天平商法7年に発生した立場が、奈良丸の乱では、小野東人を尋問して、反乱計画の自白を引き出し、反中丸派の排斥に重要な役割を果たしている。 天平商法9年中納言に任ぜられ、藤原中丸政権下では、石川としたりあるいは分野の清さんに次いで、大上官の第三位の席次にあった。一方で以下のような半中丸的な行動や立場を見せるようになる。そのため、中丸とは対立関係にあった。あるいは、巧明皇太后、皇権天皇の下で、 立花処刑を中心とした反藤原氏勢力から権力を奪取しようとする中丸により来してきたものの、順任天皇の擁立や藤原恵美家の新設による自家のさらなる騎士化といった中丸の権力掌握姿勢に疑問を持ち、長手は中丸から離反していったとも想定される。天平法治8年の恵美をし活の欄では、後見条項、同教側が、 軍事活動を開始した9月11日に早くも、肖像医、大納言に除任される等、乱の初期から、後見上皇側の中心的存在として活動。翌天平人五元年には、君に等の助君を受けており、直接の軍校は不明ながら、軍事指揮をも含めた、後見上皇側の新体制の形成や運営に、関して、長手が重要な位置を占めていたと考えられる。その後、 東京政権が成立しみ大臣、藤原豊成が没した天平法治9年以後、長手は大上官の筆頭苦行の地位を保った。聖徳町においては、天皇の長考を背景にした道教による政治主導体制や、その体制強化を目的とした道教の出身地である、河地国を中心とする地方豪族の抜擢といった方針に対抗して、 中丸政権下では一定の距離があった、長手、又手兄弟は協力姿勢を取った。一方で、聖徳天皇は天平神後2年正月に長手が右大臣に昇進して間もなく長手の邸宅に行行して、長手を正二位に、さらに室の王の中里氏をも14し下に女すと、大上官を主導するいとこで、 血縁的にも近い長手、又手兄弟に対して協調姿勢で臨んでいる。しかし、同年3月に、又手が没してしまい、大上官の主犯として、長手の主導力が問われることになる。同年7月の参議への東洋人事にあたっては、藤原南家の継ぐただと、藤原指揮家の伝馬を適用する。長手としては、弟のウオやカエマロを参議に加えたかったと、 想定されるが、藤原氏の市長的存在として法家のみの勢力拡大ではなく、藤原氏全体の融和と発展を優先させる平行感覚を発揮している。こうした中で、同年10月に、道京は、大乗大臣前時から法王に就任し、社会、政治の両面で天皇と同等の権力を掌握するが、朝廷における圧倒的勢力である藤原氏の、 存在が、道教に、法王の位を求めさせたとも言われている。道教の法王就任と同じくして、長手は、左大臣に昇進するが、右大臣には、聖徳天皇の側近である紀美真紀美、き備まき備中納言には、道教の弟である、遊撃き人が昇進。さらに大納言に準じる方針に、遠京、法参議にもとさだと道教の弟子が、 新たに大上官の構成員となると、聖徳天皇、同居一派で、大上官が固められる中で、長手は対応に苦慮したと想定される。しかし、聖徳朝では、皇太子が定まらない中で、和家王の無本、純民背景の入る先からの逃亡、聖武天皇の一佐将、表情氏慶島旅用率をめぐる図祖、宇佐八万宮信託事件と、 次々に行為をめぐって事件は発生したが、長手はいずれも関係せずに難を逃れた。神後慶文4年8月の聖徳天皇崩御に伴う孔子問題では、天武系の井上内親王を秘とする、天寺系の白壁王の擁立派に組みした。桃川伝えをもとにした、日本気略などの記述では、天武系のふんの清さん、大一上をした、きびまきびに対して、 藤原指揮家の藤原少なまろ、桃川兄弟と共に、これに対抗したとされている。しかし実際には、長手は、白壁応用立を主導したということではなく、あくまでも大上官主犯としての対応を超えるものでは、なかったと見られる。また、同年10月には、公認天皇擁立の功績により、正一位に、除せられている。なお、近年、公認天皇の皇太子については、 山部親王を押した、吉継、桃河原の反対を押し切って、井上内親王を通じて、天武系の血を引くおさべ新納を立てたという説が、唱えられている。放棄2年2月22日に病により隠れ後、去年58、即日大乗大臣の官職を送られた。温厚で平行感覚は持っていたが気略を縦横に駆使する資質には乏しかった。 音便で決して独断先行型の人物ではなかった、党の評価がある。生前に、ホッケジの旗を倒したり、最大寺に建てられるはずだった、八角七重の党を四角五十党に縮小させたことで、死後に地獄へ落ちたとする説話がある。中期のない者は、俗に本気による。中期のない者は、尊卑文脈による。ありがとうございます。